こちらです。ちょっと散歩します。どうですか、たまに散歩したら。いいですね。いいですね、よかったね。岩見沢市の老人ホームで高齢の女性を介助していたのはミャンマー人のイ・ランさんです。技能実習生として働きながら介護技術を学んでいます。この施設では現在ランさんを含めて6人のミャンマー人技能実習生が働いています。背景にあるのが深刻な人手不足です。少子高齢化が進む中、道内では今後必要な介護職員数が増加する一方、職員数はむしろ減少すると見られていて、2040年にはおよそ4万人の不足が予測されています。こうした中、この施設では将来的な人手不足に備え、おととし初めて外国人の技能実習生の受け入れを開始。言葉や文化の違いなどを職員間で共有し、働きやすい環境を作っているといいます。さらに生活面では、こちらです。会社から用意された私たちの家です。住居は施設側が賃貸契約した職場近くの一軒家。家具や家電のほか、交通手段としての自転車も用意されていて、費用は水道光熱費のみという手厚いサポートです。家もなんか広いし、仕事にも近いし、行ったり帰ったりとても便利です。困るとこは他の人よりないんです。日本に来てよかったなと思えることがたくさんたくさん作ってもらえたら、それが定着につながると思いますので、はい。一方、江別市の老人ホームでは、マッサージの大きい方が欲しいなと思わない思うよね。利用者の女性と談笑するのは、今年新卒で採用された職員です。教育に時間がかかるため、新卒採用しない施設も多いという中、この施設では職員の9割以上が新卒採用。多くの就活生を引きつける背景にはこんな取り組みが。はい、こちらがですね、うちの、施設のスタッフの専用の休憩室になります。開放感があり、白を基調としたカフェスペース。職員からカフェのような空間が欲しいと要望があり、休憩室を改装したといいます。無料のドリンクバーも好評です。会議の前にみんなでここで一杯ずつ持って会議出たりとかできるので、すごいありがたいです。さらに毎年最大で7連休のリフレッシュ休暇を取得することができます。働きやすい環境を整備したことで、過去10年の離職率は 5% ほどにとどまっているといいます。思いやりだとか、そういうのをこう使わないとできないお仕事なので、だからこそこうせめて職場が、楽しい場所であってほしいなという。高齢化が進む中、人材獲得競争が激しくなる介護業界、あの手この手の模索が続きそうです。